全世界の皆さん、こんにちは、こんばんは、タナです。本日は筑波犬たちの森ドッグランキャンプ場に来ていまして、皆さん見てください。すごくね、広いドッグランが併設されているキャンプ場で、今日はね、ちょっととあるキャンパーさんたちに取材にやってきました。で、左側にね、もう設営されていらっしゃいますので、ちょっと突撃してみようと思います。行ってみます。すいません、こんにちは。こんにちは、はじめまして。すごいですね、にぎやかですね。こんにちは、失礼します。タナチャンネルのタナと申します。よろしくお願いします。すごいですね、それぞれの方がワンちゃんを連れてやってきて。ダイさん、僕受け入れられてますか？受け入れてくれますか？話したりしてる？あ、そうです、ここ柵あるんで話しても大丈夫。あ、そうなんですね、はい、じゃあせっかくなんでちょっとね、はい、話してもらって突撃するかもしれないです。行っておいで。あ、もうこうやって自由に楽しめるわけですね。そうです。皆さんはこのキャンプ場よくいらっしゃってるんですか？ここは初めてなんですけど、隣の霞ヶ浦ドッグパーク MTV パークはよくプール行ったりとか、なんかナイトラン行ったりとか、ドッグランで使用してます。じゃあ基本的に犬と一緒、ワンちゃんと一緒にキャンプをする。そうです。っていうのがスタイルなんですね、はい。今日はここで泊まるんですか？今日はデイキャンプだけの予定です。あ、デイキャンプで、はい、あ、じゃあ日曜だから集まって、犬のストレス発散と、そうです、皆さんも私たちも、はい、するわけですね。そうです。なるほど、なるほど。ちなみにお三方はどういうご関係なんですか？まあ、もう本当に犬つながりで友達になって、なんか地元にハンバーガー屋さんがあるんですけど、はい、そこがワンちゃん OK のハンバーガー屋さんで、はい、そこで本当知り合って、で年齢も近いのですごい仲良くなってっていう感じです。ハンバーガーショップで知り合ったんですか？そうですね。たまたまいて？あ、もうなんか常連なんですよ、みんな。だから行けばなんか結構会ってみたいな感じです。あそこに犬を連れてきてた？そうです、そうです、ワンちゃん OK のところでドッグランもついてるんで、なんか趣味が近かったり、はい、その犬持ちだっていうことで仲良くなって。そうです。もうじゃあこちらの茨城には結構長く住まれてるんですか？私は来て2年ぐらいです。来て2年、はい。ということはそれまでは別のところに住んでいて、はい、茨城に移住されたと。そうです。何きっかけでこう移住されたんですか？もともとは関西出身で、私も旦那も、うんうん、で、まあ、ずっと関西いたんですけど、旦那の転勤がきっかけで、はい、まあ、都内に来るようになって、それまでは千葉のアパートに住んでたんですけど、うんうん、まあ、やっぱり一軒家が欲しいよねっていうことと、あといつか大型犬を迎えたいねって言ってたので、それで庭付き一軒家を住める茨城に移住することになりました。あ、そうなんですね、はい。あ、じゃあワンちゃんもその移住と一緒のタイミングで飼い始めたんですか？そうです、1年前ぐらいに飼い始めたので。あ、はい、じゃあ、まあ念願かなって。そうです。で、その環境が整ってる茨城に移住をしたと、はい、そうです。なんかその移住するとなったらいろんな選択肢があると思うんですけど、その何故その茨城県を選んだんですか？まずベスの家っていうログハウスの家を見に行って、はいはいはい、まあ、ログハウス建てたいなってまずなったんですね、うん。で、まあ、千葉県とかいろいろ土地見てみたんですけども、茨城がもう断然土地も安いし広いしっていうので、はい、でもう本当に焦点絞って、つくばだったり緑野だったり守谷だったりの TX 沿線を結構見に行っていて、今の土地を見つけたっていう感じです。なるほど、なるほど。じゃあつくばエクスプレスの、沿線沿いに住まわれてるんですね。そうです。そっかそっか、秋葉原まで1本で行けるんですね。1本で行けます、はい。じゃあその旦那様はその通勤しやすい場所を選んだという感じですか？そうです。私も今都内に通っているので。あ、そうなんですか、はい、平日はつくばエクスプレスで都内まで行って仕事してっていう感じの生活してます。ちなみに今住まわれてる最寄り駅からその都内までなんかどれぐらいで行けるもんなんですか？都内まで本当1時間以内で行けちゃいます。じゃあ1時間1本1本で、はい。お、割と座れたりするもんなんですか？もう結構守谷も普通電車が始発だったりするので、うん、はいはい、もう行きも座れるし、帰りも秋葉原が始発なので、全然 1,2 本待てば絶対座れるので。あ、そういうことですね、はい、ははは、そっかそっか、まあ、ちょっとずらせばね。そうですね、じゃ結構いいですね。そういう、めちゃめちゃ、はい、正直千葉に住んでた時よりもだいぶいい環境になったなって思ってます。で、お二方はもともとこちらに住まわれてる方なんですか？茨城。私はもともと今つくば出身。出身の方なんですね。で、私は移住組です。移住組なんですか？はい。じゃあ近所。
そうです今は近所です。すごい、はい、そうかハンバーガーらしい、はい、もう3人本当みんな10分圏内で家に行ける距離で、はい、で、まあ、仲良くなって、はい、家族ぐるみで付き合ってる。いや本当にみんなそれぞれのお家行って遊んだりとかしてます。いいですね。なんかその移住して、はい、まあ、なんか最初にこう不安になるのってこう友達できるかなとか、うん、結構そういうのあると思うんですけど、こんな仲良い仲良し、はい、しかも犬同士もそうなんです。サイズ感もなんか犬みんな一緒ぐらいじゃないですか、はい、でちょっと話戻って、あの安いっておっしゃられてるじゃないですか、はい、なんかその具体的になんかその どれぐらい差があるもんなんですか。それこそ千葉に住んでた時はアパートに住んでたんですけど、うん、はい、その時とほぼほぼ月の支払いは変わらず、うん、ローンの支払いにも合わせてるっていう感じ で、うんうん、で広さでいうと私の家結構庭が広くて、はい、もう本当になんかおうちドッグランできるぐらいの広さのところを本当そのアパート時代と変わらずできてるっていう、はい、感じです。おうちドッグラン、おうちドッグランに坪数でいくと どんぐらいなんですか。450坪めちゃくちゃでかいですねえじゃあもうこんなところじゃないですよね。え、あっちあそこの広さぐらいですか。まあ家も含めるとあれくらいありますね。そうですよね、はい、そこを、まあ、土地買って家建てて、はい、そのまあローンの支払いが千葉のアパートと同じ。同じぐらいでした。とんでもないコスパの高さですね、はい、そうなんです、まあ、たまたま私がいい土地を見つけられたっていうのもあるんですけど、でも本当に茨城の方が土地の単価とかもだいぶ安かったですね。なるほどなるほど。なんかあのそのインスタグラムをちょっと拝見させてもらったんですよ、はい、なんか車庫立ててたり、はいはい、あの前にある緑の庭があれが全部庭っていうことなんですね。あ、そうです。あそこを全部柵囲って犬放しても安全なようにしてっていう感じで、はい、じゃあ茨城のつくばエクスプレス沿線沿いに住まわれてる移住者として、はい、SNS 発信してるみたいな感じですか。いやもう全然そんなこともなくて、もともとキャンプがすごい趣味だったので、うんうん、まあ、キャンプの写真上げたりしてて、でまたベスの家に引っ越したので、うん、そういうベスの暮らしとかも上げてる、ただ本当趣味のアカウントって感じで。あ、そうなんですね、はい、まあ、ただなんかねこう移住検討してる人からするとね、はい、あこんな生活ができるんだとかなんかリアリティがありますよね。そうですね。ちなみに、どんな感じでこう引っ越してきたんですか。なんかそのきっかけですか。はい、きっかけ的なのは私も岩崎さんと同じような形で、あの茨城には縁がなかったんですけど、うん、もともと東京に住んでいて、はい、で、もうちょっと大きな家とか庭がある家に住みたいなというのがきっかけで、で千葉とかも見た上で、うん、やはりあの茨城が土地が広かったり安かったりするので、自分のこう理想的な家を建てられるかなっていうのがあって、あとはやっぱり東京へのアクセスの良さですね、うん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 、そういったところとかも含めて、あの1時間圏内で東京に行けて、かつ広い家に住めるっていうのが魅力的で、なるほどね、移住を決めました。そっかそっか、やっぱりこうあの仕事もそれは大事だから、その通勤っていう意味ではやっぱアクセスが良い、そうですね、そのつくばエクスプレス沿線上で選んだっていうのが一つの理由なんですね。はい、でかつ土地代も安かったり、うん、まあ、家を建てたりする総コストが安いと、はい、庭が広いと。そうですね、大型犬も行けると。行けます。めちゃくちゃいいですね。だから大型犬飼ってる人多いですよね、本当周りで。そうなんですか。私たちの世代でも、うん、今はそれぞれの家庭が1匹ずつっていう感じなんですね、はい、ちなみにワンちゃんのお名前はそれぞれ、それ誰が誰の どういうあれなんですか、この茶色いモフモフが私の犬で、はい、ハイジって言います。ハイジ、はい、おみんなが知ってる名前です。そうです、アルプスの少女ハイジから取って、はい、であのゴールデンの子がゆりさんのワンちゃんでレア君って言います。レア君、はい、で白い同じようなモフモフが椎名さんの飼ってるワンちゃんでモニカって言います。モニカちゃん、はい、で全員女の子ですか。レア君だけ。レア君、はい、ね、いいですね。やっぱこう犬がいるとなんか寂しさ紛らわされてで結構あの私たち旦那が土日仕事だったりするので、なのでこんな感じで土日の休日女子メンバーだけ集まって女子キャン、はい、したりとかって感じですそれぞれ皆さんキャンプ歴でいうとなんかざっくりどれぐらいなんですか。私多分10年近く、はい、旦那が好きだったので一緒に、あの学生の頃から一緒に行ってたり。学生の頃から。あ、そうです、大学生の頃から旦那と一緒に行ってたりしてました。私は6年ぐらいです。6年ぐらい、はい、でも長いですね。
そうですね。なんかこういやなんか最近のブームで始められた方ではないっていう感じですね。でもこなれた装備セットになって、今日とかもね気軽に設営して気軽に帰れる感じってことですよね。どれぐらいなんですか？私は1年ぐらいです。1年ぐらい、はい、何きっかけで始められたんですか？なんか旦那がハマりだして、あ、それこそこのチャンネルさんめちゃくちゃ見てます。 ありがとうございます。言わせたみたいな。そうなんですね。でその隣のキャンプ場によくいらっしゃってる、はい、うん、泊まったりはするんですよね。泊まったりもあのたまにこのメンバーではしたことないんですけど、あの旦那とかそれぞれ家族ではやったことあります。いいですね、本当気軽にすぐ行けるこういうロックランがあるキャンプ場とか、はい、なんかあのやっぱこう都内とかだとまずこうキャンプ場に行くまで遠かったりするじゃないですか。しますね。渋滞にはまったりとかすごいしますね、うん、やっぱ渋滞とか少ないですか？少ないです。もう常磐道のこっち側行ったら全然空いてますよね。そうなんですか？道も広いし。あ、そうか、広いのか、はい、首都高とか。いや、そうなんですよね。ちょっとそれだけで行くの億劫になっちゃいますよね。あ、そうですね。東京、うん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 、こちらのこの辺ってそのキャンプ場ってなんかパッと思いつくとこでこうなんかどれぐらい選択肢あるんですか？私の本当に15分圏内に一つランタンモリアっていうところがあったんです。 10分ぐらい、分ぐらい、はい、圏内でランタンモリアっていう、そこもドッグフリーサイトがあるところなんですけど、キャンプ場があったりとか、あとつくば結構ありますよね。つくばさんの方とか常磐道に乗れば結構いっぱい。あ、そういうことですね。なんかあの都心部に住んでいた時のキャンプスタイルと、うんうん、そのこっちにこう移住されてのキャンプスタイルってなんかちょっと変化とか出ましたか？まあ、当然ワンちゃんはいると思うんですけど、キャンプ場に絡めなくてもいいのであれば、うん、それこそ家が本当にも広くて、うん、DIY とか薪ストーブもあったりとか。薪ストーブもあるんで。そうか、ベースですもんね。そうなんですよ。なんでもう家でキャンプが完結しちゃうというか、でまあ、そこお友達呼んで家で本当に庭でバーベキューしたりとかなので、まあ、もちろんこう休日とかキャンプ場行ったりもするんですけど、うんうんうん、結構本当毎日がアウトドアみたいな感じで暮らしてます。ね、それめちゃくちゃいいですね。はい、あ、そっかそっか、庭がやっぱ広いと人呼んでも外でこうバーベキューみたいなのもできるし、はい、じゃあそれぞれの家に行ってとかができるわけですね。そうです、そうです、はい、キャンプ場自体もなんかやっぱり広いですよね。そうですね、区画がここも初めて来たんですけど、なんかこんなに広い区画のところってなかなかない、うんうん、なんか見たことなかったので、やっぱりいいなって思う。やっぱ全体的にこう土地が、うんうん、いっぱいあるというか、はい、ね、だからですかね。あり余ってるんだと思います。あ、大丈夫ですよ、大丈夫、全然大丈夫。はいはい、あのただ印刷しただけのやつなんで、逆にあの逆にワンちゃんがこうちょっと。じゃあ今、家を建てて、まあ、2年っていうことですかね。はい、そうですね。もうやっぱり越してきてよかったなって感じですか？うん、メリットしか本当ないです。うん、なんかね、あのすごく今話聞いててめちゃくちゃバランスがいいですね。そうですね、仕事も普通にこう都内に一本で行けますし、うんうん、みんなでねこうやって週末集まりもできるし、はい、庭でもできるし、で DIY もされますもんね。はい、いいとこしかないじゃないですか。いや、そうなんですよ、マジで。だから友達とかにも結構おいでよって勧めてるんですけど。あ、そうなんですか。あの引っ越してこいと。あそこの土地余ってるよみたいな感じで。ああ、そうだそうだ、その土地探しとか、なんかそういうのってなんかどうやったんですか？うちはもう先にベスで建てるって決めてたので、 その営業さんがそのつくばの結構いろいろ土地の情報をあの見つけてきてくれて、もう本当足で見に行ってどこがいいかっていうのを探したって感じです。あ、じゃあその家を建てられる時に、まあ、実際にこう何個か見に行って、はい、ここはいいなってなったんですね。そうです。でそこに建てようと。はい、でちなみになんかどんな感じだったんですか？うちも工務店を先に決めて、うん、でそこの人にあの千葉エリアだったり茨城エリアで探してもらって、気に入ったところが茨城だったという形でした。あ、そうなんですね。はい、そのやっぱ決め手は何だったんですか？そのいくつか見て。そうですね、あの家の前が田んぼなんですけど、何もなくて見晴らしが良くて、あのこれから先家が建つことがないっていうのが。ああ、その隣接する場所に建てられる土地がないのか。はい、そうですね。ある意味なんかあの広い土地自体は他にもあったんですけど、目の前に家があったりとかするとちょっとあの景観がちょっとなという部分があって、
で少し高台にあって、田んぼが目の前にあるという形なので家が建つことがないのと、家からこう富士山とか夜景とかがすごく綺麗に見えてそういう見晴らしの良さとか、なるほど、あと隣とのこう距離があんまり近くないとか、うん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 、そういった部分ですごく一回見に行って気に入って即決したという形でした、うんうんうん、そういうことですね。まあ、じゃあロケーションがもう抜群だったということですね。じゃあ逆にこうずっと茨城に出身で、はい、おられる方からするとこういうふうにこう引っ越してこられる方とか移住される方って多いんですか今？最近すごい増えたなと思います。DX ができて、うんうんうん、やっぱりこうつくばエクスプレスがそのできてからそれを実感するっていう感じですか？そうですね、やっぱりそうですよね。僕もなんかできたての頃なんか秋葉原にこう1本でみたいな感じでその通勤1時間以内だったらもう全然許容範囲ですもんね、うんうん、近いのにもっと乗り換えてきてらっしゃる方もいますもんね、はい、なるほどね。でそのつくばエクスプレス の茨城の沿線上になんか今って駅前とか、はい、そういう環境ってなんかどんな感じなんですか？私は最寄りが守谷駅なんですけど、うん、それこそ1年前ぐらいに駅前に商業施設ができたりとかして、うんうんうん、なんか安いお野菜を売ってたりとか、まあ、結構駅近もにぎわってきたんですけど、うん、興味のやっぱ車持ってることが多いので、はいはい、まあ、車で行ける範囲内でいろいろ本当イオンだとかコストコだとかあったり、コストコとか、はい、あります。じゃあその大型ショッピングセンターみたいなのが結構あるんですね？結構ほんと3つ4つありますよね、全然行ける範囲で。やっぱ週末とかにぎわってますね？めちゃめちゃにぎわってますね。そこで皆さん基本車がメインでやってるわけですね。なるほど、いい情報を聞きました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ちょっとキャンプ歴も、まあ、10年、6年、1年ということで、まあ、いろいろとね、女子で楽しまれてるっていうことなので、はい、ちょっと道具聞かせてもらいたいんですけど、はい、まずじゃあこの今日のこれ何ですか？何が入ってますか？これゆりさん特製の、はい、大根おろしかみぞれない犬の形にして可愛くしたかったんですけど、はい、間に合わない。そうなんですか？あ、じゃあ今日はお昼ご飯でこれをみんなで食べると、はい、そうです。で食べてちょっとゆっくりして帰るって感じなんですね、はい、そうです。ありがとうございます。この土鍋ってちなみに何かあれですか？普通に家で使ってるものを持ってきて、はい、でカセットコンロはもう家で使うも使えるし、キャンプ場でも使えるように風圧の高いやつ買ってます。家の庭とかで使うこともありますか？あります、あります。こんな感じで、そうです。それこそ庭でやっても全くできますよね。全然できますね。まあ、下手したらここより広いですよね。そうですね。なんか撮影とかそっちでやったら逆にね。そう、なんか思ったんですけど。このちなみに今日のセットは誰のものなんですか？大きいものは私が持ってきて、うん、でこうなんかおしゃれなこういう細々したものとかを持ってきてもらったりとか、うんうん、お二人に、じゃあ分担して合体させたわけですね、はい、そうです。でこのランタンが私が持ってきたダブルマント、これは普通のやつか、ホールマンの、ホールマンの、はい、手がダブルマントで、ね、あ、2つあるんですね。はい、もう長く使ってるんですか？めちゃめちゃこの3つは長いですね。あれも、はい、あれも旦那がすごい育ててるランタンで味が出てきたっていう、うんうん、ちなみにその学生の頃やられてたっておっしゃられたんですけど、はい、なんかその頃のものとかありますか？さすがにないですか？いやでもランタンは結構本当にその頃から使ってたりとかしてます。じゃあもう相当歴史が、はい、10年ぐらいあるわけですね。はい、あります、ね、喧嘩したあの人かな。そうです、そうです、思い出とかも。あとあれでそれこそ結婚式のリングピローにしたりとかしたんですよ。あ、そうなんですか、はい、めちゃくちゃいいじゃないですか。そうなんです。じゃあもう本当キャンプどっぷりで、どっぷりですね。ありがとうございます。でテーブルがこれはどこなんですか？ハイランタですね。ハイランタ、はい、他にキャンプ用のテーブルってお持ちですか？他は今日持ってきてないんですけど、調理用の高いテーブルだとかも持ってたりとか、ちょっとこうスタンド的、はいはい、立って調理できるようなやつとかも、コールマン、それはコールマンで揃えたりとかして。なるほどね、うん、ありがとうございます。で、ホーローのマグですか？これ、このマグはこれ、ホーロー。
そうなの。私の。あ、持ってきたんですね。はい。二つ。そうですね。これは？それは？それ可愛いですね。これも椎名さん。はい。これも、あ、これはなんか特にアウトドア系とかでなく、これはちょっとどこのブランドのかわからないんですけど、結構前にそれこそキャンプ始めたてぐらいから、うん、使ってるやつで使い始めたわけですね。はい。で、それぞれ3人が座られてる椅子、まずじゃあこちらが椅子全部ゆりさんに持ってきてもらいました。はい、あ、そうなんですか。はい、詳しくないんです。椅子担当だったわけですね。コールマンで。サイドテーブルついてる。これ便利ですよね。便利ですね。こう横にあると、うん、こうお酒飲んでる時ってここを取るのめんどくさいじゃないですか、うんうんうん、でここあるといいですもんね。そうですね。があって、こちらがこれがどこですか。ヒルストーン、ヒルストーンのチェアですね、うんうん、ありがとうございます。で、ちょっと前あのこの焚き火周りをご紹介いただきたいんですけど、はいはい、これあの仕込みでも何でもないもうあの笑っちゃうぐらい仕込み感が出てるんですけど、これあの焚き火でこれ どちらの私です。ありがとうございます。旦那がファンで。ありがとうございます。使っていただけてるんですか。数ヶ月待って買ったみたいです。じゃあかなり初期に予約いただいたんですね、はい、どうですか使い勝手は。すごいあの簡単に組み立てられて、薄くて持ってくるのも簡単でいいって。ありがとうございます。もう訴求ポイント全部入れたので。ありがとう。ちなみにお二方はあの焚き火台何使われてるんですか。うちスノーピークの焚き火台です。あの四角い、はい、あれですね。のサイズが M サイズ今使ってます。はい、あ、まあ、ちょうどいいサイズ。そうなんですよ、まあ、大きいのがやっぱ欲しいなと言ってるんですけど、本当2人だと全然ちょうどいいサイズ。ちなみにお三方ともそのオートキャンプですよね基本は。そうですね。車ですもんね当然。はい、何乗ってるんですかそれで。私ファミリーカー的には私カングー、5カングー乗ってます。そうそうそう、昔のタイプの。私たちはエクストレイルです。一緒なんですね。たまたま一緒で、じゃ あの2人と1匹で、はい、あんちゃんで行ってるわけですね。で、焚き火台は何に使われてますか。焚き火台ちょっとブランドがわからないんですけど、うん、まあ別のを使ってる、はい、ありがとうございます。で、この焚き火台の横のこれは、これが尾上製作所の焚き火台テーブルです。おー、僕も何度か社長さんにもお会いして。あ、本当ですか、はい、どうですか使い心地。めちゃくちゃ使いやすくて、それこそ今こうやって4つ組み立ててますけど、うん、はい、夫と2人の時はこの2つだけやって、これは後ろで収納棚として使ったりとか、はいはいはい、結構いろんな使い方できるんですごい便利ですね。これ2つとか自立するのか。そうです、そうです。1個だけでも使えるし、はい、使えます。あ、くっつけることもできる。できます。いうことですね。じゃあたまにあれですか、こう、こう焚き火周りに座ってとかも、まあ、やるんですね、はい、やります。で、この焚き火2のこれは、これが旦那がヤフーオークションで本当一般の方から落としたやつなんですけど、なんか一般の方が作ってるらしくて、はい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 、ありますもんね、はい、っていう、うん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 、焚き火ハンガーみたいな、ね、そうですね、めっちゃ愛用してます、はい、で、フィアハンドがあって、これもまた年金が入ってます。これもコールマンのケトルなんですけども、はい、真っ黒にして使うのがアジアっていうので。じゃあ焚き火でガンガンやってるわけですね、はい、そうです、ね、ありがとうございます。で、この辺が、はい、これはこれキンクラって言って、はい、あの薪を小割りにしたりするやつなんですけど、これがちょっとどこのかわかんないんですけど、うん、まあ、ラック、ラック、はい、薪ラック。で、ここでカンカンやって燃やそうかなって思ってます。うん、やっぱいいですかこれ。いや、かなりいいですね。うん、なんか斧とかだとやっぱ怖いんですけど、うん、これだと本当ハンマーあればすぐに小割りにできるので、うん、あの家とかでもすごい愛用してます。薪ストーブ、薪ストーブあるんで。え、じゃあ冬は薪ストーブ、もう基本暖房器具は薪ストーブ、はい。薪ストーブですね。なので今日のこの薪も我が家から持ってきた薪で、常に家に薪はストックしてます。じゃあ薪調達すごい大変じゃないですか。大変ですね。でもそれこそそのタナチャンネルさんにも出てたあのベスの大家さんっていう方が、はい、その薪情報、なんか伐採情報みたいなのをくれて、はい、僕が一回取材されたそういう知り合いなんですけど、それもベスつながりでお知り合いになって、はい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 、その方が茨城のここであの
薪伐採しててもらい手探してるからみんなで行きませんかみたいな感じでチェーンソーを持って、ま、チェーンソーを持ってあの丸太にして持って帰って薪にしたりとかして、なるほどね。で、まあ、家で大量に置いて乾かしておいて、はい、冬になったらたくさん使うと、はい、でキャンプはそこから持っていくみたいな。めちゃくちゃいいですね、はい、まあ、なんだかんだ薪ってキャンプすっごい行く人にとって結構お金かかるじゃないですか。そうですよ、毎回毎回、はい、それがかなりこう安価に手に入れられてるってことですね、はい、入れれますね。素晴らしい。で、じゃあ、まあ、これ使ってで手袋とかが、まあ、この辺はこの辺はちょっとどこのかわかんないんですけど、はい、なんかずっと使ってるやつで、ずっと使ってるやつですね、はい、があってハンマー、ハンマーです、ね、があってで、これちょっとなんかのチャッカマンがあって、はい、トングがあるという感じですね、はい、ありがとうございます。で、ちょっとじゃあ あっちの後ろの方も聞いていいですか。はい。で、じゃあちょっとこの辺についてもお尋ねしたいんですけど、このラック2つはこれは誰のでしょうか。あ、私のです、うん、これは どこのですか。これは江南というホームセンターで。あ、ホームセンター、はい、江南ラックってやつですね。あ、ちなみに住まわれてるところ、その、茨城の、はい、まあ、移住されて、はい、ホームセンターとか、そのなんか食料とか、なんかそんなのってどうなんですか。あのホームセンターは、うん、結構いろいろあるんですけど、うんうん、ホームセンターの土地自体がすごい大きいので、はい、メガホームセンターみたいな、そういうのが何か所かあるので、うんうんうん、こういうアウトドアグッズとかを買いに行こうと思っても、あの取り揃えがすごくいいですね。めっちゃいいですね、はい、あ、じゃあ食材とかも食材大きなのがあるんですか。もうそうですね、イオンがあったり、スーパーも大きいところがあったり、うん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 、あとそれこそホームセンターとスーパーが一緒に併設されてるところとかもあったり。確かになんかそのちょっとこう地方で、しかもその地方でもこうなんか住みよい場所ってそういうのが今ありますもんね。じゃあそこで買ったんですね。そうですね、はい、ちなみにおいくらぐらいでしょうか。これは結構前に買ったの で、ね、あんまり覚えてないんですけど、で折りたためるようにこういうちょっと紐みたいなのを自分でつけて。あ、これご自分でつけたんですね。はい、そうなんです。そかそか、ペタってなって、ペタってなってくるっと持ち運びしやすいように、はいはい、こうくっついたまま持てるようにってことですね。はい、そうです。なるほどね。じゃあこれを2つ、はい、ちなみになんかこういうのって家だとこう畳んでるんですか。あ、家だとそうですね、普段は畳んでます。ありがとうございます。上にあるこの辺が、はい、これはこれはエスプレッソ入れられるやつで、直火でも IH とかでも両方使えるやつですね、うんうんうん、IH でもいいですか。 IH でもできるタイプです、こちらは。で、これが、まあ、これがそうですね、あの家だと電動のやつ使うんですけど、外用だと手動のやつ使って、うんうんうん、結構細かくいけるやつですか。はい、あ、そうです、調整ができるやつで、これで外の時は引いて、うん、まあ、エスプレッソもできるし、うん、ハンドドリップでもできますね。あのギアとか選ぶ時って、はい、なんかこう旦那さんとこうなんか どんな感じでこう買うんですか。そうですね、主導権というか結構うちは主人が大きいものを買うで、キャンプのテントとかタープとかを決めて、うんうんうん、私はこういう細かいなるほどね、はい、調理器具とか、うんうんうん、コーヒー用品とかはもう私に決定権がそれこそのキャンプ場行くじゃないですか、はい、あの行ってなんかこう役割分担みたいなところ、なんとなく6年もやってたら決まってくると思うんですけど、なんかざっくりどんな感じなんですか。ありますね、やっぱり主人があの力仕事、テントを立てるとかタープを立てる、で私はちょっと手伝うだけという形 でそれをやってもらってる間にあの食事の仕込みをしたりとか、細かいところのセッティングをしたりしてます、うんうんうん、やってるわけですね、はい、でそういった時に、まあ、もうちょっとこういうのがいいなとかデザイン性とかやってるわけですね、はい、これ面白い形ですね。これ畳めるんですよ、うん、これがこうやってなって、めっちゃ縮まりますね。そうなんです。
なんで持ち運びするときはフィルターとこれを持ってくれば、そうです、そうです。で、これを引くだけ。はい、これを引くとこういう風に大きくなるので、これでハンドドリップができるって形ですね。なるほど。あのマグとかに入れるわけですね。あ、そうですね。で、これ、豆がなんかこれ貼ってるの、これ何なの？これは私のじゃないんですけど、ゆりさん、ゆりさん、この豆のなんかあるんですか、これ。豆、こだわりの豆ですか、これ。どこの豆ですか？これはつくばにある、豆ポットさんっていうところの豆なんですけど。これもつくば？あ、そうです。めっちゃお気に入りの、ほんとコーヒー豆だけ売ってるお店なんですけど。お気に入りのコーヒー。じゃあコーヒー屋さんも美味しいところがある。いっぱいあります。で、このこれは？これはあのリサイクルショップで見つけた、あの結構前に買った どこのかわからないやつです。ちょっと行く、はい、ん、ウォータージャグ、リサイクル品なので、なんかあんまりメジャーなものじゃないかもしれないんですけど、これは主人がここを付け替えてステンレスのやつに、はい、なんかプラスチックのちょっと安っぽいやつだったんですけど、ステンレスのに付け替えてこうやってやって水出せるようにしました。切り替えたわけですね、はい。で、まあ、ちょっと調理器具とかがあって、で、このクーラーボックス、クーラーボックスゆりさんに持ってきてもらいました。こちらのクーラーボックスはどこのでしょうか？あ、イグル。コスパが非常に良いという噂のあれですね。じゃあ旦那様がこれ選んで、この下の足も、はい、ハイランダーの足。ああ、そうなんですね、はい、いつも使ってるやつを持ってきました。あ、本当じゃ、もうごちゃ混ぜごちゃ混ぜ、ね。そうなんですよ。そういう時ってなんか今日何持ってこうねみたいなのが話すもんなんですか？話します。 LINE グループあるので、 LINE グループでも大きいものは私が持っていくから、食材だったりなんかそうはお願いしますみたいな感じで。そういうことですね、はい、いいですね、はい。ちょっとじゃあ、あのテントとタープを最後お聞きしたいんですけど、はい、今日のテントとタープは私が、はい、持ってきます。これどこなんですか？これタトンカーっていう、うん、焚き火も下でやっても、まあ多少はなりは平気なので、いつもこれ使ってます。大きめですもんね。そうです、グループキャンプすること多いので、これ使って、今友達と行っても全然これでこと足りる。このテント、はい、これは、これはあのペポ、天幕デザインから出てるペポなんですけど、私の誕生日プレゼントで昔買ってもらって。あ、そうなんですか。もうじゃあ結構長く使われてるんですか？もうあの販売当初に買ったので、いつだったかな、もう5年ぐらいになるかなって。あのこれ以外いくつか持ってるんですか？あ、テントは結構いろいろ持ってて、そのグループで行くときは大きい12人入れる、それはもうサーカス400っていう天幕デザインのテントなんですけど、それだったり、あと本当旦那と私でソロキャン、ソロキャンみたいな感じでテント2つ立てるときとかは、あのパンダ使ったりとか、あの旦那はバップテント立てたりとか、いろいろなんかスタイルも変えて楽しんでます。そうなんですね。このテントのなんかこう気に入ってるポイントとかなんかあるんですか？めちゃくちゃ立てるのが簡単なので。簡単、はい、もうほんとここのポール2本立てて止めちゃえば、もうそれで自立はするので、すごい女子だけでも全然簡単に立てられちゃうとか、あとまあ本当これがあるだけで映えるので。そうですよね、はい。まあ、今日はあのデイキャンプでちょっと雰囲気も楽しもうってことで、で寒くなったらまあ中でやろうかなって思って、あ、風が出たりしたらですね、はい。今日はいろいろとあのお聞かせいただきありがとうございます。茨城のつくばエクスプレス沿線上の魅力が移住にとって非常に良いということが分かりました、はい。じゃ あの今日 あの出演いただいた湯浅キャンプさん の、はい、あのインスタグラムを概要欄に貼ったりしておきます。で、茨城県のつくばエクスプレス沿線上の移住情報などは概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧ください。じゃあ今日はどうもお忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。